お前なんか遊びに来たっていうのを手全部無視してメタ的なこと言うなよ、ね、ああ家にね、うちがプライベートで行くわけないやろ、まあ、そうはいということで、はい、今日はギャフンと言わせるために、はいはいはい、私だけじゃなくてお友達も呼んだから、はい、もう好き勝手やるね、はい、後輩とアゴを呼んできたからおいでーえどうもアゴですはい、よろしくお願いします。いつから漫才師になったんですか、お二人遊びに来ましたよ。最近仕事ばっかで運動不足だったからな、いい汗かいたわ。いや、2万回っていい汗かいたわってレベルじゃねえだろ。またこんな夜更けに誰だよ。あ、知らねえ知らねえ。いや、もうめっちゃ鳴らしてくるやん。もう大体もう大体もう見当ついてるけど、まあいいか、仕方ね仕方ね。じゃあ一応追い出してやるか。うわ、出た。ヤシキゼ、はいはいはい、あなたは神を信じますか。いやー、開けたくねえわ、開けたくねえわ勧誘じゃねえか。寒い寒い、開けましょう。開けじゃないですか、ドア開けましょう。まず絶対入れないからね。いや、もうそんなもう本当にいくら頼んでも絶対に。まずちょっとちょっと、どっから入ってきたんですか。ちょっと見たって、いや、開けてもうゴーレンタルに行って、ゴーシに暴力ですか。位置につきましょう、ヤシキゼ。そうですね。ってことで今日は、はい、アイトパイセンとゼロンパイセン連れてきました、はい、10時からズーム飲み会のお知らせ。いや、ズーム飲み会か、楽しみ。やってられっか。あー、もうめんどくせえ。もういろいろ手に入れながら。いや、俺バーチャルなはずなんだけどな、なんでこんな現実みてえなこんなことやってんだよ。しかもオンライン飲み会って断りづれんだよな、理由作りづれし、ほんと最悪だよ。いや、まあこれは幻聴に違いない。はい、今忙しいんで無理です。ズーム飲み会は、急激に体調が悪くなったのでお断りしますということで。おかしいだろ、こんな変なことしてくるやつって。まあ限られてるだろうけど嫌だな。いや、出たくないんだけどね、本当は。一人ぼっちのヤシドさん来たやよ。いません、余震場いたとしても今急激に体調が悪いので、お休みをさせていただいております。看病してあげるやよ。いりません、看病ボイスいりません。何え、入っていいってこと。いや、ダメだよ。お前なんでなんで、日本語通じねえのか。ノーつってんだよ。なんでこいつやよ。いや、ないよ。お帰りください。バイバイ。お疲れ。え、何の音。ちょ、はでかくねって。え、なんかオレンジから。お邪魔しまーす。え、ちょ、おいおいおい、ちょ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 、何を、何とかだよ。俺にやばいってんじゃねえか。資金がやべえんだって、マジで。おい、言われたからな。じゃあ、気づくなったね。心にやないとは言ってない。危ない危ない、危ない人。あー、やめろ、うん、わーい、ふざけんな。バーチャルハンマー遊びはそれくらいにして次に行きましょう。どうも、ユニサンズで一番可愛いライバーかなえです。よろしくお願いします。引き捨てならねえな。張り合ってやがる。さあ、私はニジサンズで一番色気のあるライバー玄道美玲です。よろしくお願いします。引き捨てならねえな。全部張り合ってやめて。くそ、やめてやりようかな。レディー in T-5あ、ちょ、いきなりバカするとか嫌だよ。おいおいおい、はおい、チャイムかよ。おい、予感しかしないけど、まあまあ、いいやいいや、出てやるよ。はいはいはい、開けろー、金返せー。よしこー、いやいやいや、お前に貸してない。ヤシドさん、借りてたんですか。借りてねえよ。高校生から金借りるぐらい落ちてねえか。言い返しろ、大体こんなマンション住んでんだから金はあるだろ、大体。冷静に考えろ。おめえにやる金はねえ。こうなってはしょうがないですね。もうじゃあ分かりました。エクスター仕方ないですね。何が。じゃあ遠慮なく行かせてもらいましょうか。行っちゃってください。遠慮しろ遠慮しろ、銃刀法違反ですよ。待ってください、通報呼び出しますからね、マジで。うわっ、え、何の音。うわ、なんでお前ら、おい、どっから来た。
甘かったですね。いやちょっと待って、やばいじゃねえよマジで、ちょっと冷静になれ。何なんだよお前、決めポーズ決めやがって。おい、それがリンクの空下ですよ。いやいいよ、分かってるよそんなもん。ナイスナイスじゃねえよ。ヒーローはこうやって登場するんです。お前天井に穴開けといてナイスしか言ってんじゃないよ。いい加減しろお前。ナイス穴、ナイス穴、ナイスでも何でもねえだろ。 X 持った穴切りいいぞ。ダメだろ、ちょっといいですか。ダメだ、おいおいおい、拡張するな、おい、バカお前、ほじくるもんじゃねえんだよそれは。ほじくれー。いやダメだろ。よい子のみんな、人の家で穴をほじくるのはやめましょう。していいのは英雄だけですよ。今日の佐々木の愉快な仲間たちはこいつだよ。はい、ということで、上から失礼いたしました。二次三次所属バーチャルライバー兼鏡インダストリアル代表取締役鏡隼人でございます。本当に上から来るやつ初めて見た。失礼しましたけど。ということでリンクの空下使いました、英雄のエキサルグです。よろしくお願いいたします。それでやってくださいね。